Yes! Together しようぜ。はい、どうも、おーちゃんです。こちらはオフライン収録のトゥギャザーしようぜということで、動画に対するコメントをお気軽にお寄せいただければと思います。なお、コメントいただく際には誹謗中傷や過度な表現はお控えくださいね。最近ちょっと過激な発言が増えてきておりますので、くれぐれもご注意ください。 YouTube の禁止用語に引っかからない範囲でひとひねりして投稿してくださいね。またこちらの動画が参考になりましたら、グッドボタンでの評価とチャンネル登録、ホッチポッチのメンバーシップへのご登録もお待ちしております。メンバー限定ライブも行っておりますので、ぜひメンバーシップのご登録と限定ライブへのご参加もお待ちしております。それでは今回の話題です。はい、今回ですね、日本政府、日本の話題についてニュース、取り扱いたいと思います。こちらです。よいしょ。こちらですね、防衛装備移転。与党緩和表明、野党は賛否交錯ということですね。はい、まあ、防衛装備品の、移転三原則の話題ですね。武器の、輸出三原則というものもありますけれども、それについての話題です。ではニュースの詳細の方をご紹介したいと思います。与党、与野党、幹部は30日の NHK 番組で防衛装備移転三原則の運用方針見直しについて討論した。実務者協議をスタートさせた自民、公明両党は、共に緩和を目指す立場を表明。野党内では、賛否が交錯したと。はい、まあ、賛成とも、反対とも言えないというようなところも意見としてあったようですね。はい、自民党の新藤義孝、政調会長代行は、国際的に貢献し、防衛基盤を維持するためにも緩和を考えなければならないと強調。殺傷能力のある装備品の輸出についても、しっかりと実務者で協議してほしいと語ったと。うん、一方ですね、公明党の北川、和夫副代表も運営方針に関し、もう少し緩和されていいと指摘。ただ、同党は殺傷能力のある装備品の輸出には慎重な立場で、地雷処理はウクライナでも非常にニーズがある。地雷処理機を送ることは認めるべきではないかと述べたと。うん、まあ、非常に保守的ではありますよね。はい、まあ、ここに来て地雷処理の、地雷処理機の話だけに言及するっていうのはちょっとどうかなと思いますけどね。はい、続いて立憲民主党の中川春、正春、憲法政調会長は、殺傷能力を持った形の武器供与は慎むべきだとして慎重な対応を与党に求めた。一方、日本維新の会の馬場、信之代表は、ミサイルや無人機を迎撃する防御的な武器は認めるべきだと話したと。まあ、いわゆる、ドローンのことですね。はい、まあ、いわゆるその撃たれる前に、迎撃するということであればいいんじゃないのかと、うん、まあ、そういう武器であればいいんじゃないかということですね。続いて国民民主党の、玉木雄一郎代表は、運営方針についてちょっと緩めた方がいいと主張。ちょっと緩めた方がいい、ちょっと具体的じゃないと曖昧ですね。共産党の田村智子副委員長は、ウクライナ侵略に乗じたとしか言いようがない議論と見直しに反対し、れいわ新選組の山本太郎代表は、武器輸出は憲法違反と断じたと。うん、まあ、この両名は、まあ、論外ですね。おちゃんとしては別に読むにも値しないと思いました。はい、という内容でした。では続きまして、おちゃんの感想いきたいと思います。それではおーちゃんの感想です。よいしょ、ドン。おーちゃんの感想、日本政府の悪いところが出た、てんてんてんというところですね。はい、どういうことなのかお伝えします。争い事は嫌い。まずこれですね。はい、これは私が、一貫して主張していることですが、おーちゃんですね。ことビジネスに関して言えば、他国と同様にうまくやるべきだと思いますと。はい、以前にも同様の主張をいたしましたが、考えは変わりませんと。お茶は一貫して考えは変わっておりません。武器輸出についてもですね、はい、オンビジネス、はい、ビジネスということであれば、それは考えるべき必要があるんじゃないのかなと思っております。防弾チョッキなどの防衛装備品の輸出に限っている現状ですが、ウクライナとロシアの情勢や隣国の北朝鮮の問題などからも、日本も防衛費の増額が閣議決定されたわけですと。はい、これはもう事実として決定されたわけですよね。はい、それに対してです。日本が自国を守るために防衛装備品や武器開発をすることについては大いに賛成ですと。はい、まあ、この自国を守るためということでの開発、あるいはその装備品をですね、拡充すると、改良するということについては王者は大賛成です。はい、しかしですね、今までの防衛装備移転三原則や武器輸出三原則などの
法改正が進まなかったために後手後手になっているのが実情ですと、はい、現に今そこにあるわけです。武器開発について憲法9条との兼ね合いもあり武力に触れるという理由で賛否両論が今なおあるわけですが、自国を防衛するためにもこの9条の一部改正は必要だと思いますと、はい、争いごとを、推奨しているわけではありません、はい、これは勘違いしないでください。武力を保持することが必ずしも争いごとを誘発するわけではありませんと、むしろ自衛のための手段として武力を保持することもできなければ丸腰のまま交渉することになり、その交渉というのは、端的に言えば命のやり取りにつながる重要な局面なわけですと、はい、まあ言ったらですね、もう銃口を突きつけられてですね、お話をしようというような、もう切羽詰まった状況なわけですよね、その時有事っていうのは、その時においてですね、いやちょっと話し合いましょうよということでね、両手を広げて丸腰のままですね、お話し合いで解決しませんかって言ったところで、それはもうパーンと撃たれたら終わりなわけですよね、はい、命のやり取りをするわけです。その場において丸腰っていうのはないんじゃないかなと、うん、まあ、どんなね、ドラマ、映画見ても、そんなシーンっていうのはなかなか見ないですし、そのシーンっていうのは、バッドエンドを迎える傾向が多いんじゃないかなと、こちらは思うわけです。現に起きている西側の争いや、北朝鮮に対して、交渉などが有効であると、誰が考えているのでしょうかと。はい、今まさにですね、西側、いわゆるウクライナとロシアの争いが起きているわけですけれども、この場においてですね、交渉でどうこうなるっていうのは、もう1ミリも思ってないですよね。誰も思ってないですよね。でこの後北朝鮮に交渉することにどうにかなるのか、交渉することによって何か作用するのか、誰も考えていないですよね、話で決着つくんだったらさっさと行けよと思いますし、さっさと話つけてこいよっていう話ですよね、ただ相手がならず者でどうにもならないからですよね、その交渉を対等に進めるためにも保持すること自体は必要であると考えますと、はい、丸腰っていうのはないだろうと思います。また現在の日本は米国などから軍需品を購入していますが、自国生産することの方が安全であり、そのメリットも大きいと推察しますと、はい、いわゆる軍需品をですね、自国生産することっていうのは、軍需品っていうのは大体ブラックボックス、特許とかですね、秘密裏に、作られているものなので、なかなかその内容についてっていうのは開示されないんですよね。なのでそれをですね、米国などから今購入している立場、それをまた、改良するような形で運用しておりますけれども、これを自国生産することによってですね、ブラックボックスのものはブラックボックスのまま、他国にですね、その特許であったりその技術っていうものをばらす必要はない、その、安全を担保することもできますし、それそのものを、自国生産することによってメリットもあるということなんですね。そのメリットとはです、説明します。防衛装備品の輸出が許容されて、許容されるだけでも売り先があれば自国生産開発を進めることができますと、はい、このオンビジネスということで考えるとですね、はい、いわゆる、売り先があることを前提とすれば、いわゆる収入があるわけですね、売れば、その対価として代金を頂戴することができるわけですね、ということであればそれを元にしてですね、また開発を進めることもできるわけです。これが案に自国生産をして自国のため、自衛隊に渡すためだけと、自国で消費するためだということで言うと、いわゆる、コストとして、歳費としてですね、出てくる防衛費のところですけれども、それそのものが加算でいくだけなんですね、これもちろん 大事なことなんですけれども、結局見返りがないと、入ってくるものがないと、なかなかそれを倍々にして増やすとかですね、歳費を、どんどん増やしていくっていうのは、なかなか国民も納得がいかないところかなと思うんですよね。なかなか簡単にうんとはお茶も、言いづらいんじゃないかなと思います。なのでそれをですね、輸出する、移転する、相手に対してですね、国に対して、国家に対して、販売することができるということであれば、まだ健全なやり取りなんじゃないかなと思うわけです。続けます。より良い装備品の開発を進めることで、自国の防衛力強化にもつながります。これを他国からの購入に依存するのは自衛とは違うのではないかと思いますと。はい、いわゆる買って自衛をするというのはちょっと違うんじゃないかなと。うん、武器承認をせよとは言いませんが、はい、そこまでは言ってないです。今争い事が起きている状況、起きそうな状況下であるからこそ改正が必要なのであり、今やらずしていつやるのかという切迫した状態でもあると思いますと、はい、特に日本においては、北朝鮮の問題が一番、喫緊の課題だと思います。懸念点だと思います。これをですね、今考えないでいつやるんだと、どこかのね、先生の発言じゃないですけれども、今でしょというところだと思うんですね。今こういう置かれた状況にならなければ考えるつくこともなかったわけですね。考えることもなかったわけですね、この機会、チャンスっていうものを、ポジティブに捉えてですね、今やるべきだと、今ここに来たんだから今ちゃんと考えようよと、ちゃんとですよ、ちゃんと真剣に考えようよということの、機会なんじゃないかと、タイミングなんじゃないかとお茶は思います。武力を持つであったり軍需品を開発するイコール争い事を容認、そういうことではないんじゃないかなと、
まあ、こういうことをね、暴論ですけど言う人もいますけどね、そういうことじゃないでしょと、うん、世界中のどの国も当たり前に自国第一主義ですと、はい、自分が可愛い当たり前です、日本のことを自国以上に大切に思ってくれる国などありませんと、はい、自分の国をね差し置いて、日本を守るんだなんていう国はないですよね、当たり前にないです、そんなものは。日本も自国よりも優先して日本を守ってくれなどと言えるわけがありませんと、はい、例えばアメリカにそんなこと言えるわけないですよね、当たり前に自分のことは自分で守れとなるわけですと、はい、今の日本は自国を守り抜くだけの能力があるのでしょうかと、あるいはその能力があると他国から認められているのでしょうかというところです。有事に安全保障というものが即時効力を発揮するものとは思えませんと。復興その時ですね、復興時には支援を受けられるかもしれませんが、その時、その有事その時ですね、その時に有効でなければ国民は法に縛られ法の犠牲者になりかねませんと、うん、あの時やっておけばよかった、改正しておけばよかったということで、それがなかったがために縛られて、法の下でですね動くことができるできず、身動き取れず結局犠牲になってしまうと、うん、そういうことにもなりかねないということをお茶も言ってます。もう一度言いますが、私は争うことは嫌いですと、はい、別に争うことを推奨しているわけでも、それを誘発せよということを言ってるわけでもないです。憲法改正が争うことに直結するという暴論を叫ぶよりもまず、国民の代表として国民をどのようにして守るのか、日本を具体的にどうやって守り抜くのか、それらを話せぬ者の言葉など聞く耳は持ちませんと、うん、具体的な、ね、話もしないで憲法改正イコール、争い事をするっていうことを言ってるんだろうと、うん、君たち頭おかしいんじゃないのかと、我々はその争い事そのものを反対している、だから憲法9条というものは確固たるものであってこれを改正してはいけないんだなんて言ってる人たちっていうのは、じゃあ具体的にじゃあ日本をどう守るのかっていう話できないですよね、してないですよね、守り抜くだけの結論を持ってないですよね、そういう人たちの発言なんてのも1ミリも聞きません、はい、そんな方々と道連れになるのはごめんですと、はい、今こそ真剣に議論してうやむやにせず、今と未来の日本のために有効な判断をしていただきたいと思いますというところで結びとさせていただければと思います、はい、というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。トゥギャザーしようぜでは視聴者様から取り上げてほしい話題を募集しております。韓国の話題や中国の話題などアジア圏の話題からちょっとマニアックな経済やお金のお話などなど、お気軽にコメントやツイッターの DM でご連絡ください。おちゃんのツイッターアカウントは動画の説明欄にありますのでぜひご連絡くださいね。皆さんと様々な話題についてお話しできればと思っております。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。失礼いたします。また見てねー。